弁天堂と三道弁天島は瀬戸内海の友の裏にある島。例年5月には弁天島から花火を打ち上げる友の裏弁天島花火大会が催され、友の裏の初夏の到来を告げる風物詩とされている。友の裏は瀬戸内海の中央部に位置する。付近では朝鮮により本州島の沼熊半島と四国島の庄内半島あたりを境にして潮が 東西に分かれたり、流れ込んだりする。そのため、古来、友の港は、瀬戸内海を往来する船舶が、満潮や、干潮のために待機する、海上交通の要衝となっていた。弁天島は、友港の外、東へ300メートルほどを置き合い、港と潜水島との中間に位置し、友港から船で潜水島へ渡る際には、進行方向の右手に弁天島を見ることになる。 弁天島は米を百貫島と称した。これは島内にある鎌倉時代の石灯の遺緒に関連した名前だという。伝承によれば、藤原正道という大海の武士が、五福島神社を参詣した記路にこの島に立ち寄った際、うっかりして、不祖伝来の太刀を海中へ落としてしまった。この武士は、手間賃として百貫を支払うので、海へ潜り刀を拾ってくるよう。 地元の漁師に依頼した。しかしサメを恐れて誰もが依頼を断ったという。武士は立腹して漁師たちの焦単をあざけった。これに及びある若い漁師が名誉を守るために海へ飛び込んだ。若者はしばらくして刀をくわえて姿を現したが足をサメに食われておりまもなく息を引き取った。武士は支払うはずだった百貫を費やし、 供養のための石灯を建立したという。島内の石灯場には、文英8年6月25日の命がある。これは、年代が特定できるものとしては、広島県内で最も古いもので、広島県の重要文化財、弁天島島場に指定されている9月29日。伝承ではこの石灯場は11層のものだったと、されているが、第5層と6層が欠損し、 現存するものは休想となっている。花崗岩でできており、高さは約3.7メートル。堂内には後海の守護神であるべ財天を祀る道具があり、福寿堂と呼ばれている。これは、ビンゴ福山藩、水野勝利氏の家臣で、友の初代奉行だった小木の茂富により再建されたものである。再建年代は昭法岩年とされる。小木の茂富は、友木、 トムウラサスライなどの著作を残しており、百貫党の伝承も再録されている。種塗りの社殿が現存し、近年は夜間のライトアップが実施されている。郵便番号720-00201広島県福山市とも弁天島、日本の島ガイド島田スピ P387 弁天島では、文営8年となっているが、旧暦であれ、新暦であれ、 文英8年6月は1271年にあたり、広島県庁や福山市役所の公式サイトでも1271年となっている。ありがとうございます。